韓国から指名手配されているただ一人の政治家、前葛飾区議、日本国民党代表の鈴木伸之です。すんごいびっくりしたニュース、神田沙也加さん、松田聖子さんのね、長女、まあ長女って一人娘、実はね沙也加さんとうちの娘は同じ年なんですよ。うちの娘が9月で、沙也加さん10月でしょ。同じ年でね、まさに自分の娘みたいな思いで、見守ってきました。まあ僕は大の聖子ファンなんでね、その娘さん、これ小学生の時の写真ですけど、まあそれもあって応援してるっていうのもあるけれども、でも、ね、歌もうまいし、まあ、ミュージカルに行ってね演技もできるし、素晴らしい女性になって、結婚して離婚したりしたけれどもね、まさかまさかなんで死んじゃったのという朝のニュースを見てね、非常にショックでした。死にたいと思ったらさ、まず、まあ、死にたいと思う自体がもうそこで病んでるんだけど、でも思いとどまって待ってほしいんだよね。悲しむ人がたくさんいるから。そしてね、なんといっても生きてればね、また次にいろんなことができる。例えば鈴木伸之はこの間落選しました。葛飾区議選は4年後です。その前にもまだ選挙は当選するかどうかわからない。だけれどもチャレンジする。だって鈴木の人生っていうのはもうジェットコースターみたいですよ。で高校行ったけどオートバイ事故もあって、まあ、退学になる前に辞めちゃったと。1年で卒業しちゃったと。ね、10代から右翼活動して逮捕歴はある、ね、留置所ぶち込まれて、こういう、学歴は中学卒業で、高校中退でしかも、逮捕されて、右翼だなんて、あいつは右翼だって区議会議員になっても言われるんですよ。あいつ右翼だ、こういう後ろ指刺されて、そんなやつでも一生懸命、生きてきたら奥さんもらって子供を3人育てて、奥さん死んじゃったけどね、だけどそしたら、区議会議員になれたね。上がったり下がったりなんです、鈴木の人生なんてさ。で区議会議員になったら今度はまた落ちちゃったんだからね、落選した。でもめげないでみんな応援してくれる、この事務所のみんなも応援してくれる。だから、鈴木はまたチャレンジするぞと。だからさ、死んじゃうっていうのはさ、そういう選択は本当しないでほしい。でいっぱい有名人死にましたね、今年もね。だけどそれにつられてね、若い人たち、つられて、死んじゃうなんて。これからお正月休みを明けるとまた新年、学校行きたくない、仕事行きたくない、もう仕事行きたくないなと思ったらやめちゃいそうなの。仕事行かなくていいから。学校行きたくないと思ったら学校行かなくていいよ、行かなくていい、休んじゃい。鈴木なんか辞めちゃったんだからね。それでもさ、生きていれば もっといいことある。鈴木伸之見てくださいよ、ね、高校中退して、しかもだよ、逮捕されて右翼だって後ろ指刺されてんだよ、議員になっても。それでも葛飾区議会議員になれたんだ、政治家やってるんだからね。こんなジェットコースターあったって鈴木を見てみ、死にたくなったら鈴木を見ろって、こんなやつでもこうやってやっていけるんだ、政治家になれるんだって、議員になれるんだって、日本大したもんじゃねえかとね。だから残念だよ、うちの娘と同じ年、僕は聖子さんファンだから娘も一緒に応援してきた。初めての赤坂のライブだって僕は言ったからね、アルバムだってずっと買ったからね。本当残念だから、
この動画を見てる人たち、絶対にね、これからお正月明けて仕事行きたくない、学校行きたくない、休んでいいんですからね、休んでいいんですよ。さやかさんだってさ、今ミュージカル始まってね、大抜擢されて将来をまさに大女優としての一歩二歩歩んでるところで、期待もプレッシャーも、そしていろいろなね、これまでの人生の浮き沈みもあったでしょう。だけれどもその中でね、死という選択、これは本当に残念です。皆さん、死にたくなったら鈴木伸之を見てください。あいつは右翼だ、あいつは高校中退だ、逮捕もされてるぞとね、そういうやつでも議員になれるんだから、死にたくなったら鈴木伸之見て日本国民党へ電話してください。本当にさやかさんね、残念です。